皆さん、お元気ですか？よいしょ、カカジーです。今日はこちら、よいしょっと、かどこいしょ、どんと、はい、洗濯ネットに入ったゴミ箱、そうです、あいつです、ミミズちゃんたちですよ。うちで始めたミミズコンポスト、まずはメイン容器が注文が届くまでの仮のお住まいなんですけど、意外と良さそうな感じなんですわ。はい、来てからまだでも3日とかかな。はい、ということで中を見てみよう。この洗濯ネットは大丈夫なのかな。脱走兵は1匹もいないね。はい、じゃんと、あ、これダメ、これダメだ、これダメですわ。ちょっとモザイク、モザイク、うちの自治会の開放をこう蓋にしてたわ。これダメだ、新聞紙とかこう どこの家でもあるようなものじゃないとまずいまずいまずい。はい、これちょっと端に寄せて、はい、その下はティッシュとか段ボールをシレーターにかけたものだね。で、どの辺にいるのかな。その下には収穫の終わった家庭菜園の根っことか土とか茎とか、あとはキャベツ入れたね。で、接音してからいろいろ調べて気づいたんだけど、あ、もう今あるわ、ほら、キャベツめっちゃ今も食べられそうなぐらい新鮮。こういうのってある程度腐食が進んでからじゃないとミミズちゃん食べないようなんだよね。理由としてはミミズちゃんってスカベンジャーという腐食したものをお掃除するグループなんだな。新鮮なの食べちゃうと何でも食べちゃうじゃん、生きてるのも食べて人も襲われちゃうじゃんっていう感じで、お仕事をねちゃんと振り分けてるって感じなんだな、自然界の生き物っていうのは。さあ、どこにおるかな。こっち側、左側をちょっとめくってみようか、まあ、この辺の上にいないということで、あ、キャベツが出てきた。これ今洗ってパクリっていけるぐらい新鮮だろう。これ結構時間かかるな。あ、いた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 。結構上の方にいたメメズちゃん、あ、でも元気そうだね。よいしょ、おー、元気元気。もうこういうのを掴むとさ、釣りに行きたくなっちゃうよね。あの池でブラックバスやブルーギルちゃんやフナやクチボソちゃんをこいつで釣り上げたい。もうでもだいぶ水温が下がってね、浮きもピクともしないんでしょうね、今行ってもね。来年暖かくなったらまた行ってこようかな。はい、おー、よかった、元気そう元気そう。メイン舞台はどこにおるんだろう。しかしキャベツが新鮮だな。こんだけ切り刻んだのにみんな全く黒くなったりふにゃったりして、あ、そうか、水分さ結構多めにするのがポイントらしくって、このシュレッダーにかけた段ボールがかなりしっとりする感じに水を含ませてるんで、この子らもちぎられながらその水分で生き延びてる感じなんだろうね。あ、だからやっぱり野菜類って結構投入前に発酵とか腐らせてとかそういうのが進んでから投入した方が長生きしちゃうね、中でね。中で芽が出たりとか根っこ出したりとかもありそうだよね、ここまで湿度が。手ぐらいキャベツの状態がいい、もう手触りからねすげえいいんですわ、プリップリで。お、意外と奥に入ってってるのかな。あ、ここにおるわ。ミミズちゃんを買ってきた時の床材のところに今一匹いたね。あ、でかい、あ、さっきの子かい。あ、いるいるいる、ほらほらほら、はい、という感じで、下の土とか葉っぱと枯葉とかそういうとこ、あ、そういうとこにやっぱ行ってるね。よし、段ボールシュレッダーの層は端に寄せて、お、いるいる、この辺に結構いるね。お、でかいでかい、ほら、よし、おっきいの。イチジクの葉っぱとかもいい感じなのかな。はい、こんな感じでね、今ちょっとこの辺にも見えてる。あ、ここら辺結構いるね。いやー、みんなすげー元気そう、めっちゃ状態いい。で、下には土やら根っこやら枯葉の層があるので自然感バッチリよ。投入したところからまだ動いてないね、あんまりね。あ、みんなここに固まってるわ。はよ、いろいろ食べに行っておくんな。交尾でもしてたんかな。あ、ごめん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 。はい、そこでドンと
ビニール袋に入れたなんだかわかんないやつ、バナナの皮とキャベツの切れ端とちょっと悪くなってたところね、それと人参の頭とかケツの部分とかと、あと大根の皮も入ってたかな。それをフードプロセッサーでグイーンってやって細かくして、これ2日ぐらい置いたやつかな。熟成が進んでる感じ、ミミちゃんが大好きっぽい感じになってます。やっぱキャベツがね結構新鮮なの買ってきちゃったから、まだ青々としてるね。これを投入します。こんな、うお、あーでもなんか美味しそうな匂いがする。バナナの熟成した香りと他の野菜類の香りがいい感じで発酵してんじゃねえのこれ、もしかして。なんか美味しい匂いするよ。食べられそう、食べられそうな団子。はい、これを投入しますよ。なんかこれでもやっぱ塊で入れるより分散した方がいいっていう話は聞くので、ばらけさせてみんなが食べられるように半分ぐらいに分けて、今回はこっちの左側のエリアだけに入れて右側には入れないようにすれば、ここでもしこれらで発酵が始まってもミミちゃんたちがこっちのこれらがないエリアに退避できますよっていう感じだと思いますぞ。バナナの皮の傘が結構あるね。どうだろう、大丈夫かなこれ全部入れちゃってこれ大丈夫な、結構敷き詰める感になってんだけど、ダメ元だ、全部いっとけ。よし、バナナの皮とかが消費してくれるっていうのだけでも随分ゴミの削減になるかな。よし、今回は新鮮なバナナの皮とか野菜類をフードプロセッサーにかけてからビニールで熟成したんだけど、今ねこれ専用に使うためのハンドプロセッサーをアマゾンで注文して、なんかね訳あり品、外箱が傷んでるとかそういうのでめっちゃ安くなってたんで、それが来たらそいつに任せて、あ、やっぱりちょっと発酵始まってんな、なんか発酵した時の独特の感触がある、発酵菌がいるね、乳酸菌とか。そしたらこの蓋のシュレッダーダンボールを戻しますよ。あ、やっぱり左が高くなったね、投入した食べ物の分左が高くなってる。あ、これはこれで面白いね、分かりやすいね、こっちに投入したよっていうのが分かるから。でちょっと押さえつけ気味がいいらしいんだよね、ふわっとしているよりちょっと上からギュッと重しをしてもいいぐらいみたいなね意見もありましたね。こんな感じでギュッギュッギュッと、はい、いいですね。はい、では手洗ってきますよ。手洗ってきたんですけど、おっといけねえ、忘れてた、卵の殻をミンサーに入れて粉にしたものだね。これも一緒に投入した方がいいみたい。ということでもう一回めくって、あいつらの層をあらわにして、あ、あったあった、いよいよこのぐらいでいいか。はい、あー、粉塵が舞う、粉塵が舞うぜ。おー、いいね、いいんじゃない、もうちょっとこの辺もいっとこうか。うんうん、よしよし、あー、いいんじゃない、こんな感じで新たな餌を投入した後はこの卵の殻粉をまぶすといいんじゃねえのって気がします。なんとなく、なんとなく気分で。よし、蓋をして押さえつけて、ちょっと圧力かけて、なんか漬物作ってるみてえだな。そう考えればいいのか、漬物と考えればよいのか。よし、はい、ということで卵の殻ちゃん OK ね。はい、それからドンとティッシュやで、使用済みティッシュ。これ何に使ったかっていうと、カカジが鼻をチーンと寝起きで噛んだやつだったりします。こういうのを蓋として使いますいいんじゃないの。ほいたら、いつもは噴霧器でやるんだけど今回少量なんで、すぐそばにあった霧吹きで湿らせて OK じゃないですかね。中のね水分の感じもすげえいい感じっぽい、なんかああいうシマミミズがいるような感じの、ちょい
湿りが強い感じ、でもびっちゃびちゃまでいってないみたいな。うん、それで今回バナナたちのあの水分も入ったんで、こんな感じで良いんじゃないでしょうか。 OK。 はい、そしたらね、モザイクタイムモザイクタイム、はい、自治会の開放をちぎったやつをこう敷き詰めたのの上から、それをまた敷いたら上から霧吹きで、はい、 OK。はい、モザイクかかってるけど、これで完了です。最後の仕上げ、はい、こちらの 60×60 の洗濯ネッツに、洗濯ネッツ単独だから複数形じゃねえだろう、洗濯ネットに、あれ、ちょっとどこ、入り口どこ、ここ OK。 はい、入ったらそこまでしっかり入れてあげたら、ファスナーを締めて、最後まで締めて、最後まで締めないとここからミミィちゃんが脱走するよ。はい、完了です。美しす、いいね。まあ、今のところこの洗濯ネットの中に脱走してたのを見たことがないので、中の環境はとてもいいんじゃないかなって思います。まあ見たところもね、どのミミィちゃんもプリプリしてって元気そうだったので、ここからどうなるか楽しみ楽しみ。ガンガン増えてほしいね。ガンガン増えて、もっとたくさん早く素早く生ゴミを処理していただきたいところでございます。はいはいはい、はい、ということでね、作業完了しましたけども、よかったね。今のところ大丈夫そう、元気そう、順調順調、そんな感じで、こんな感じで生ゴミを処理してってもらえたらいいなって思いますよ。はい、ということで今回はミミズコンポスト、ついに生ゴミぐちゃっと投入しましたでした。はい、シークンド極めましょうね。そう、ミミズも飼育だから、飼育運動、ズッスズッス、さようなら、お元気で。今の季節始めるのいいよ、ミミズコンポスト、匂いも出ないしね、虫も湧かないし、素晴らしいっす。グッドボタンやチャンネル登録をしていただけましたら幸いでございます。それじゃあまたお元気で。